こんにちは、袋歯科医の袋です。本日のご質問です。先天性欠損の部位にインプラントということです。私は右下の前から5番目の永久歯が生まれつきなく、乳歯が取れてから部分入れ歯、あるいはブリッジです。今24歳になりまして、前後の歯が虫歯になったこともあり、思い切って、前後は白のかぶせ物、抜けたところはインプラントにすることにしました。もともとかかっていたところは CT をせず、レントゲンのみで十分骨があると判断したので少し怖くなり、転院しました。若く経験は、はてなマークでしたが、優しく信頼できそうなのでその病院に決めました。30万円プラス大学病院での CT5 万円です。CT を取って再度受診したところ、しっかり骨もあり、神経からも離れているので大丈夫です、とのこと。骨がなくなってからしばらく経つと骨が薄くなると聞いていたので心配していました。と言うと笑って大丈夫と言ってくれました。しかしいざ手術が終わると骨が少なくギリギリなんとかなるぐらいだったと言われました。それから4ヶ月経ち、未だ動揺が見られます。先生は3ヶ月の時短でまだ動揺があるかも、あるので厳しいかも。これから3ヶ月置いて様子を見ましょう。それでダメなら1回抜いて骨を作る施術。その後もう一度前にすることになります。と言われました。しかし先月妊娠してしまい、先生に伝えると出産後じゃないと手術できないと言われました。となると5月に出産なので、いつになったら両方で噛めるやらということですね。今、ボルト剥き出しで左の身で噛んでいます。で、正直うんざりです。大体骨を作ってまでやらなければならないなら最初からブリッジを選択していたのにもうがっかりです。ブリッジができないほどではなかった。私はこれからどうしたらいいのでしょうか。やはり、もう4ヶ月で動揺があったら、無理ですよね。もうやめてブリッジにすることは得策でしょうか。お金の話はまだしていませんが、再手術代とかバカバカしくて払いたくないです、ということです。もちろん、手術代等をこの歯医者さんがいただくということは、まあ、ほとんどないと私は思いたいと思いますし、私は絶対に、こういったケースではいただかないというふうに 100% 言い切れます。手術代金を含めて賠償してもらうか、妊娠後まで、待って再オペするということでしょう、と思います。再手術代を請求するなんてことは、まあ、通常ありえませんので、相談してみてください。インプラントの場合、もちろん 100% の成功率じゃないですから、もちろん失敗することもあります。ただ、再度の手術代というのは、こういった場合にはいただかないというふうに思っていただければいいと思います。確かにちょっと時間がかかってしまうものです。インプラントというのは骨の中に入れるもん、各自の生体の反応性といったところが問題になります。ましてや、この方の場合には骨は十分にあるというふうに、もともとは診断されていますので、そういった面では、ちょっと不幸なケースだったかなというふうに思いますので、もう一度この先生と相談されることが一番僕はいいのではないかなというふうに思います。時間が許されるのであれば、まあ、インプラント自体が悪いというふうには思いたくないので、そういった面では、もう少し待ってみて、もう一度チャレンジしていただけると我々とすれば嬉しいかなというふうに思います。以上です。